えー、このリサイクルのようなですねっ、えー、と,となく人間がえ科学のの中に思想がが入ってしまうのがあるんですね科学は科学で純粋に見るものとですねそれから思想と科学をごっちゃにしながら議論が進んでいくものとあるんですね。もうリサイクルなんてその典型的なんで時々だん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 進んでるうちにとんでもなく変なものが出てきちゃうんですね。 それがあのレジ袋の追放運動っていうのはもともとスーパーのレジ袋ですねあのスーパーのレジ袋っていうのはもともとどういうふうにしてできてきたかっていうと、まあ、スーパーっていうのがあのそれまでは対面販売要するに小売り商に行ってですね、えー、この野菜を1つくださいと言ったら「大根1つください」ったらいいよっつって親父が新聞紙に巻いて大根をくれると。それでまあえ150円払うとか まあそういうような買い方をしているきにはまあ万引きなんかないですよねまあええー、よほとんどないえー、ところがスーパーとかそういうのができてですねえー、商品が単に陳列してあってえー、人件費を節約するためにえー、広い店内にまあ店員が五人しかいないとかまあそういうふうになりますとですねやっぱり人間の本性として万引きしたくなるしかも不透明のまああの布でできた買い物袋みたいなやつ持ってたらですね。 そそこにちょっとこう高そうなもものをちょっと入れてもです、ね、なかなかそれを発見するってのは難しい。えー、電気製品なんかですと一,一つ一つ電気製品に何か変な発信機つけておいて出口でチェックするってことはできるんですけど、まあ、食料品なんかだと少し難しいということで、えー、それでやっぱりえ中ではですねスーパーの中では不透明な買い物袋を使わずに。 まあ、透明の買い物袋を使うようにしようっていうんでポリエチレン製ポリエチレンというものができているレジ袋がですねをまあそうしますと、まあ、まず第一にかの中に入れて持ち歩いてあ買い物をしてカゴからレジ袋に移して店を出るとそうすると万引きがわかるわけですね。 でこれはあの万引きによる損害というのは非常に大きいんで、まあ、スーパーとしてもそれは非常にいいとでレジ袋って非常に安いものなんなので重宝であるとあいうことで、まあ、レジ袋が使用し始めたと、えー、しかもですねその当時この当時っていうのは難しいんですけどスーパーが出現した時期ですから今から40年とか50年の前なんですけども、まあ、その頃はまだですね石油化学 石油をどう使うかっていうう使かかといいこ必ずしもうまくっってなかったんですね。例えば自動車のバンパーなんてったらその当時はですねブリキを使ってたわけですね今ではブリキのバンパーをつけた自動車なんてないわけですよほとんどポリプロピレンちょっと加工したポリプロピレンを使ってるわけですねだん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 そういう風になってきていろんなものに適したプラスチックの加工方法っていうのがまあ出てきたわけですが、えー、まだレジ袋が登場してきた頃はですね 石油いあの皆さんがですね石油をちょっと間違ってるのがあって科学的に間違ってることがあってですね石油っていうのは石油から何でもできると思ってるんですけども石油からは重油灯油軽油といったですねガソリンそういった燃料系のものとですねそれからポリエチレンとかポリカーボネートとかナイロンとかいったですねそういうそのプラスチック系のものそれから繊維ですね ポリエステル繊維とかそういった繊維合成繊維いろんなものができるわけです薬品なんかもできますしねでそれはどうしてできるかっていうと昔の動物の死骸なんですね主にはですね昔の動物の死骸からできた石油それからいろんなものを取るわけですところが昔の動物が死ぬ時ですね俺の体が腐って石油になったら えー、レジ袋になるんじゃないかとかそんなこと考えないもんですからそののままま状態で死にますねそうすると場所にもよるんですけども例えばサウジアラビアで取れる石油は比較的こう良質のって言ってよ,よく言うんですけど良質ののっていうのは人間が使いいやすす構造をした石油なんですねそれからベネズエラなんかものすごく石油があるんですがちょっとですね人間が使いにくい。 まあコールタールみたたいいなもものだっっら作れるるけどもっていうのが出るんですねでもちろん一般に石油といっても違うし、まあ、石油の中でもですねまあちょっとこれ燃料にしか使えないなと燃やすしか使えないなっていうようなものとそれから化学品だとかプラスチックに大いに使えるなっていうものといろいろあるんですね。で総じて言えば、えー、簡単なものがうんでできちゃうんですよだからポリエチレンなん,てなんですね山ほどできちゃうんですね。 だけど、昔はもうポリエチレンとかそんなのは製造することもできなかったんですよ。だいたいポリエチレンっていうのができるようになったんです。らですね。まあ、1950年ぐらいからこっちなもんですからね。ですから、えー、ポリエチレンもできなかったし、性能の悪いポリポリエチレンとかまあ、今自動車のバンパーに使ってるポリプロピレンなんていうのはですね。ええー、と、もう使い道がないから捨てられてたようなもんなんですね。 でいよいよになりますと石油化学コンビナート昔の石油化学コンビナートご存知の人は記者なんかで石油化学コンビナートの横を通るとですね赤々と,とあの煙突の上から火が出てるんですね。これはなぜかっていったら余った石油とかガスを燃やしてたんですよ。そんなもったいないことっつってもですね山ほどいらないものをもらってもしょうがないから燃やしてたんですね。そういう時にまあレジ袋の用途ができたのでそれ飛びついたわけですよ。 そういういものがあるんですねレジ袋もそうですしそれからあのビールのケースですねそれからさっき言ったポリプロピレンの自動車のバンパーこういったものが典型的なんですけども手の込んだ方法を使わなくてもできる安くできるんだけどまあまあ結構いい製造方法ができるといいってわけです。しかもレジ袋はねものすごくいいのはですねあれあのものすごく簡単なプリエチあのレンからポリエチレンを合成したらですね それをあのブ,ロブロー成形ってバーッとあのインフレーションしてですねそれでパッパッパッと切っていってそれからあのししあの縛るところを作ってでそれで余ったものはもう一回その工場の中でリ,リサイクルして再利用するってことができるものすごく優秀なものなんですよ。特に日本のです、ね、レジ袋の製造技術がの非常に素晴らしくて薄くて。 ちょうど3回か4回使ったら破れるぐらいの強度でできるんですね資源もものすごく節約できるということだったんですねですから、まあ、レジ袋を使うっていうことは、まあ材料の使い方としても要するに、えー、まあまあ石油のうち捨て,捨てるような値段のものを使いしかも製造工程が非常に整備されてて無駄が出ないと。 しかもそれをスーパーに持ち込むとスーパーもー万引きを防げるってんでものすごく良かったんですね。ところが何か政治家とかですねそれから環境運動家っていうのを何かしなきゃいけないっていうなん,かなんかこう人気取りっていうかそういうのが必要なんですね。それでレジ袋もったいないじゃないかって話になったわけですよ。でレジ袋もったいないっていうのは何に対してもったいないって言ってるかよくわかんないですね科学的には。 今ではではすねそういえば今ではポリエチレンの用途エチレンの用途っていうのは別にあの作ろうと思ったら作れないではないんですけどもややどっっちちかあったらエチレンっていうのは余りがちなんですよそれで、まあ、買い物袋っていうのは普通はポリエステルみたいなものでできてるんですがポリエステルみたいなものは非常に高いんで。 えっと少量しかか石油から出てこないんです、ね、まあ BTX 成分とか言ったりするんですが、まあ、テテレレフタロさんとエエチレングリリコールルからまあポリエステルを作るだから値段としては3倍ぐらいになるんですね。まあ値段のこと言うとすぐそれ資源じゃないじゃないかっていうけど、あのー、基礎的な産業っていうのは大体資源の消費量資源エネルギーの消費量と値段っていうのは大体比例してますからね。ですからまあレジ袋の代わりに買い物袋を使うと ものすすごく資源ななんかは無駄遣いになるわけですねそれからレジ袋を例えばやめたとしますねしかし例えばレジ袋をやめて、えー、とポリエステルの買い物袋にしたとしますねそうしますとどういうことになるかっていうとですね結局量の少ない成分をうんと使うので、まあ、非常に簡単にはレジ袋を全部やめて全部買い物袋にしたとそうすると ポリエチレンは使わなくなるけどポリエステルは使うようになるでポリエステルが倍使うようになると石油は倍使わなきゃいけないと、まあ、こういう変ってことことになるんですねレジ袋ののはポリエチレンですからレジ袋を使ったってどうせ余るものを使ってるわけですねかといってじゃあポリエチレンを使うものがあるかって他にないんですよそれはレジ袋ぐらいにしか使えないんですよポリ袋とかレジ袋とかまあせいせいなんかのケースぐらいしか使えないんですねだから もちろんレジ袋を買い物袋に変えると資源は余計にに使うううとということになってしまうんですねちょっとこれあの専用ゴミ袋の話も関係してるんで一緒にやろうと思いましたけどもちょっとあの説明が難しかったので、えー、その2をやろうかと思います。